最悪、スカートの紐緩んで今にも落ちそうなんだけど、しかも今日下履き忘れたのに。もうこのまま落ちないで帰宅できればいいんだけど。動くな動くな。何これ、ドラマ。手を挙げろ手を挙げろ。手を挙げる。ああ、どうしよう、どうしよう。手を挙げろって言われても、そしたらスカート落ちちゃう。かといって挙げなかったら命が落ちちゃう。どうすれば。早く。なんだ。片手でもいいですか。は、手を挙げるの右手だけでもいいですか。なぜだ。あの事情がありまして。どんな事情だ。それは言えないんですけど。なんで言えないんだ。とにかく言えなくって、右手だけでもいいですか。ダメだ、両手を挙げろ。じゃないと。あ、すいません、すいません、あげますけど、目をつぶってもらえます。なんでだよ。お願いです。は、目をつぶってください。やだよ。目をつぶっても打てるでしょ。いや、打てねえわ。この至近距離なら打てるでしょ。いや、なんでもう打たれる前提なんだよ。どうせ打ちますよね。お前次第だ。そうだ、もし打ったとしても、打った後目をつむって立ち去ってくださいね。なんでそんなに見られたくねえんだよ。女の子だからです。関係ねえだろ。関係あります。どう関係あるんだよ。だから、それは。いえ、言わないと今度こそ打つぞ。わかりました。手を挙げるとスカートが落ちるんです。は？紐が緩んでスカートが落ちちゃう。だから手を挙げられないんです。いや、命と羞恥心どっちが大事なんだよ。しかも今日下履き忘れてるんです。え？でも命落とすよりスカート落ちて見られる方がはるかにマシだろ。そんなもん、私の中でもゴムゴムだ。なんでだよ。だってスカート落ちると大変なことになりますよ。いや、あれが見えるだけだろ。それが死ぬほど耐えられない。耐えろ。それくらい命を大切にしろ。あなたに言われたくない。まあそうだけど、今の発言はな、矛盾してるよな。ごめん。まあいいですけど。なんか立場が逆転してる。お前ふざけんなよ。俺は本気だからな。わかりました、わかりました。じゃあ手を挙げろ。今回は特別ですよ。何がだよ。あれを見せるなんて、本当はその好きな人の前だけなんですか。知らねえよ。そんなこといいから早く。なんだお前それ。私元男なんです。パーン。